はい、矢上です。むずむです。この間は申し訳なかった。何の用でしょうか。話がしたいんだ。うちに来てくれないか。用があるので行けません。私は犯されたんです。話をしてもあなたが恨まれるだけです。恨まれてもいい。その代わり君たちも傷跡が残る。それを避けたいから君は何もなかったように振る舞ってるんじゃないのか。ひどい。私の尊敬していた部長だったのに。君が好きなんだ。ひどい目に遭わせるつもりはないから来て話をしてほしい。座って。お茶でも入れよ。結構です。私をどうしたいんですか。体が目的ならさっさと満たしてください。どんなに求めたって私は主人を愛してますから。こんなひどいことをする部長を